どうも皆さんおはようございます。工藤です。4月30日の土曜日ですね。はい、現在は朝の5時50分でございます。はい、今日はちょっとね、起きるのがいつもよりはいつもってここ最近の中では遅めですかね、5時ちょうどくらい。1回目が覚めて3時54分とかに目覚めて、さすがにちょっと4時になってないのに起きるのはちょっとなぁという判断を寝ぼけながら判断しまして、寝て、で気づいたらもう5時になっておりました。はい。最近ね、朝が明るいからね、5時に起きてもなんか5時に起きると普通に考えたら早いっちゃ早いんだけど、なんかもう5時に起きてもね、普通に太陽昇ってるんで、なんかあんまり早く起きた感がないんですけど、4時とかだと本当にね、今の時期でもさすがにこう太陽まだ昇りきってない感じがあって、なんか早朝に起きたなっていう感じあるんですけど、なんでしょうかね。ただ5時に起きたんですけど、結構ね、なんかすっきり起きれたような感覚はあって、なんかすごいいっぱい寝て気持ちよく寝れたっていう感覚があって、なんかやっぱ5時ぐらい、睡眠時間の問題なのかな。5時間と、昨日夜寝たの何時だっけな。布団に入ったのは覚えてるんですよ。だいたい8時30何分とかに入って、でその後ASMR 聞いたりしてたんで、9時半くらいかな多分。9時半くらいには多分もう完全にスヤーしてたと思うんですけど、そう考えると、2時間半。だからやっぱり7時間半くらいはやっぱ寝た方が、7時間半、8時間くらいはやっぱ寝た方が、私的には、なんかすっきりするのかなっていう気はしましたね。はい。なので、今後もちょっとその辺の意識しながらね、早起きできたらいいかなと思っております。ただ、今日の朝はですね、めちゃくちゃ寒くて、今ね、皆さんちょっと音伝わってるかわかんないんですけど、今音がしてるのはこれあれか、空気清浄機か。部屋ですね、私の今部屋にいるんですけど、部屋今ね、灯油ストーブつけてます。はい。それくらい寒いです今日朝。毎朝のごとく、外に出てね、軽くこうラジオ体操のようなものをしててね、朝の声出し体操みたいなことやってたんですけど、めっちゃ寒くて、久々にもうなんか春とか、初夏ではないか、春っていう感じはなくて、なんかもう秋のなり始めとか、もう冬の始まりぐらいの寒さで、さっきね、私のシリさんに聞いたら、現在の気温は3度ですとかって言われて、3度みたいな寒みたいな、そりゃ寒いわなと思って、今日最高気温16度くらいだったかな。あんま暖かくないんだよね今日ね。なんか日中は9度くらいまで上がって、ずっと9度くらいが維持されるみたいなこと言ってましたね。はい。天気はね、快晴で雲一つない感じなんですけど、なんか途中雨降るとかも言ってましたかな。はい。そんな感じで今日はちょっと朝からめっちゃ寒くて、もう今ストーブつけないともうやってられないぐらい寒いです。はい。まさかゴールデンウィークにね、ストーブつけることに、ストーブっていうか、灯油ストーブをね、つけることになろうとは思ってませんでしたが、はい。じゃあ、早速、今回の本題いきたいと思います。はい。やばいな、ちょっとお腹が痛い。ごめん、ちょっとね、トイレ行く場合は、一旦、切るというか一時停止しますので、はい、その時にお伝えしようと思います。ちょっと一旦頑張ってやろうと思います。はい、そうだなっていうか、話したいことは決まってるんですけど、ゲームのお話です。はい、ゲームでファルコムさんの、奇跡シリーズ、英雄伝説の奇跡シリーズに関するお話を2つですね、はい、お話します。マルコムさんのね、情報をチェックしている方であれば、まあ、あのことだろうと、わかると思うんですけど、まず一つが PS5 版の英雄伝説黒の奇跡の発売が決定しました。はい。で、発売日ももう決まっております。特設サイトなんかもね、もう用意されておりますので、よければチェックしてみてほしいんですが、発売日はですね、今年の7月28日に PlayStation5 版の黒の奇跡が発売されます。はい。私も最初ね、これ見たときに、発売日決定とかって書いてあって、わっと思って、黒の奇跡の2の方が発売日決まったのかと思って、7月28日早くねと思ってって、で、見たら、何のことはない、プレイステーション5版の黒の奇跡の発売日が7月28日ということなんで、そこをお間違いのないように。はい。黒の奇跡の2の発売日はまだ決まっておりません。はい。今年の秋っていう風には決まってるんですけど、正式というか細かいね、日付っていうのはまだ決まってないですね。まあ、7月28日は秋じゃなくてまだ夏ですよね、さすがにね。というわけで、PlayStation 5版の、英雄伝説黒の奇跡の発売が決まったということになります。はい。まあ、私は PlayStation 4版のね、黒の奇跡をもうすでにクリアしているので、まあ、改めて買うつもりはないですが、しかも PlayStation 5を持ってないので、私はね、そもそもなんですけど、はい。まあ、まだね、プレイしてない方なんかは、ぜひ、この PlayStation 5版を買って遊んでみてほしいなとは思いますね。もちろん PlayStation 5ある方で、はい。で、しかもなんか初回特典はなんか33のアイテムが入ってて、豪華ダウンロードコンテンツセットの大感謝特大ボックスプラスっていうのが入ってるらしいので、しかもまた、ショップごとにね、店舗特典が、はい、ついてたりとかして、もう全部画像出てるかな。うおー、今改めて見ましたけど、結構いい、店舗特典いっぱい揃ってますね。アマゾンだと、バンがグレンデル化してるようなシーンのオリジナル壁紙とか、ビッグカメラグループだと、バンとアニエス。ワンダーグーさんは、しずなちゃんかですね。ごめん、ちょっと待って、やっぱトイレ行ってくるわ。ごめんなさい、一回停止します。はい、お待たせしました。ごめんなさいね、本当に腹の調子悪くて最近、はい、私はね、ちょっとお腹の病気とかのことに関してはまた別の配信を聞いてみてほしいんですが、ちょっと今回はね、その話じゃないんで、はい、また続きをやっていきたいと思います。どこまで行ったんだっけ？そうだ、ワンダーグーさんのタペストリーの話ね。書き下ろし B2 タペストリー、ワンダーグーさんの特典は、しずなちゃんのタペストリーか。かわええなぁ。ちょっと待って、ズームできんのよ。おー。いや、プレイした方ならわかると思うんですけど、もうしずなちゃんめっちゃ可愛いよ。新キャラなんですけど、この黒の奇跡から、出始めた。まあ、厳密に言うと、この後お話ししますけど、始まりの奇跡の、本当の最後というか、とある部分で、ちょこっとだけ、出てるんですけど、はい。まあ、本編でか、黒の奇跡でちゃんと出た感じではありますかね。はい。めっちゃ可愛いんよ。しかもめっちゃ強いんよ。私も後半、これちょっと言っちゃうとあれか。はい。これやめとこう。めちゃくちゃ可愛いです。個人的にめちゃくちゃ好きですね。はい。で、あとは上心。上心では書き下ろしスマホ用壁紙。これは、アニエスちゃんとフェリーちゃんの、これはサルバットの踊り子の衣装ですかね。はい。サルバットで踊り子のね、姉妹。名前なんだっけ、サーラちゃんと、やばい、あれ、妹の方だよね。サーラちゃんと、名前が出てこないな。やばい。まあそんなね、サルバットに踊り子の姉妹がいたんですけど、まあそんな、でもちょっと衣装違うのかな。うん。アニエスちゃんが結構際どい衣装着てますね。うん。まあそんな2人の壁紙ですね。はい。で、楽天ブックスは書き下ろし B2 布ポスターで、アークライト、バン君ですね。はい。かっこいいな。で、あとは、アミアミ。書き下ろし英語アクリルキャラクタープレートアクリルフィギュアスタンドはレンちゃんですね。うん。いや、大人になったレンちゃんもちょっと色気あっていいよね。色気となんか妖艶さがちょっとあって不思議な、なんていうのかな。ね。好きですね。あとゲーマーズさんはこれタペストリーですね、書き下ろしの。マルチクロスは無償特典。2つついてくるのか。1つは、タペストリー。これはフィーちゃんですね。うん、遊撃士になって、また大人、一段大人になったね、フィーちゃんの壁が書いてあるタペストリーと、あと、あれ、無償特典の方がズームできないのか。これは、あれですね、インですね、イン。インの、無償特典、マルチクロスがなんかついてくるらしい。はい。で、ステラワースさんは書き下ろしビーツ布ポスターと、76mm の缶バッジ 2L 版のブロマイド2枚セットが無償特典。これはあれですね、アーロンですね。うん。なんて舞台の衣装を着てますね。はい。女型の衣装なのかな、これね。いや、でもないか。うん。アーロンはね、舞台やる人間なんで。はい。んで、これエビ天だっけ？エビ天さん、ゲームの電撃ストアさんのやつは、スペシャルパック、書き下ろしビーツタペストリー&アクリルインテリアプレート。で、無償特典がバン10ミラコインがついてて、バンはね、その、コインで攻撃したりするんですけど、はい。コインをね、なんか弾いて、レールガンみたいなことやるんですけど、その10ミラコインなのかな？はい。あ、でもこの壁紙あれだな。1枚っていうか、書き下ろしの B2 タペストリーの方は、うわ、これエレインちゃんやばいな、これね。エレインちゃんが、これ寝起きですね。寝起きで、ワイシャツ1枚。これ下着見え、ん？これ下着？黒いレースがついてるなんかパンツを履いてるんだけど、これおパンではないと思う。おパンなのかな？おパンって言うとあれだけど、ワイシャツにこれおパンかな？レースが見えてるの。おパンじゃないのかな？ちょっと私あんまり女性用のその寝巻きとかよくわかんないですけど、パンとはちょっと違うような感じがするな。でもな、なんか寝る時用に着るなんかおしゃれなやつなのかな。まあ、そんな感じでね、めちゃくちゃちょっとなんかすごいシーン持ってきたなっていう感じしますね。うん、エレンちゃんもめちゃくちゃ可愛いんでね。はい。で、あとはアクリルインテリアプレートの、このイラストはこれあれですね。これバレンタインの時だったかな、あれクリスマスだっけ、ちょっと忘れたな、の時だったかに配布された壁紙ですね。レインちゃんとバンと、鬼畜メガネルネのね3人が雪の降ってる道3人で写ってるシーンのイラストが使われてる、多分アクリルインテリアプレートなのかなと思います。はい、まあそんな感じでね、本当に店舗特典かなり豪華ですね。いや、めちゃくちゃどこで買うか迷うね、これね。私的にはやっぱりワンダーグーさんのしずなちゃん、あと上信の、アニエス&フェリの踊り子衣装、あとはアミアミさんのレンちゃん、ゲーマーズさんの、フィーちゃん、あとエビ天ゲームの電気ストアさんのエレインちゃんあたりかな。あ、これ先ほど言ってなかったね。ファルコムショップさんは、公式のね、ファルコムショップさんはメタリックポスター。これはあれですね、アマゾンさんと同じイラストで、バンが、グレンデル化するシーンかなと思います。はい。私はやっぱ女性キャラのアイテムがあればっていうか、アイテムが欲しいかなとは思いますね。はい。なので皆さんも欲しい方はぜひ店舗特典なんかも検討して、購入してみてほしいなと思います。で、あとね、プレステ4版を持ってる人は、プレステ5版にね、110円、税込み110円でアップグレードできるらしいので、プレステ5を持っていて、プレステ4版をね、プレイしていた方は、110円払えばプレステ5版にアップグレードできますので、わざわざそのプレステ5版を買わなくてもいいという感じになります。はい。ただ私はプレステ5も持ってないし、プレステ4版をもうすでにクリアしてしまっているので、今回の、アップグレードしても意味ないし、わざわざプレステ5版を買うこともちょっとできないので、私は買いませんが、ぜひまだプレイしてない方とかね、特典が欲しい方っていうのもやっぱいると思うので、特典のためだけにね、買うっていうのもありかなとは思いますね。それだけの価値はあると思います。はい。というわけで、英雄伝説クロンの奇跡のプレイステーション5版が今年の7月28日に発売するというお話でした。はい。で、これと合わせてもう一つ、出た新情報が、またね、奇跡シリーズのお話なんですけど、英雄伝説の奇跡、千の奇跡の、1から4、そして始まりの奇跡、計5つ、千の奇跡1、2、3、4、そして始まりの奇跡の全部で5つが、一色体になったコンプリートボックスっていうのも、同じ発売日かな、さっき言った、7月28日に発売されます。はい。これもびっくりだね。まさかこんなことしてくるとはっていう感じでしたね。これから奇跡を始めるあなたへということで、千の奇跡シリーズ4作品と始まりの奇跡全5作品がお得な記念セットになって登場というふうになってます。プレイステーション4版の千の奇跡回、プレイステーション4版の千の奇跡2回で、プレイステーション4版のスーパープライス千の奇跡3、プレイステーション4版の千の奇跡4スーパープライスと、プレイステーション4版の始まりの奇跡が入ってますね。ここに出てるイラストって本編であったっけか。私一応ですね、千の奇跡3とか4とか、ワンツーもあったかな、ワンツーもちょっと持ってたか分かんないですけど、イラストビジュアル本をね、一応買って持ってるんですよね。昔買って、確かあるはずですね。その辺とかにも載ってるイラストなのかな。ですね、あとスペック、商品仕様も書いてあって、プレイステーション4で展開されたシリーズ5作品をビレイラストをふんだんに使用した、幅 400mm 超の豪華ボックスに収納。これから奇跡を始める入門作としても永久保存版アイテムとしてもおすすめの特製セットですと。で、発売日は7月28日、販売価格は税込み 16,500 円。しかも数量限定でシリアルナンバー入りのプレミアムカードが封入されると。なるほど。言い忘れましたか。さっきの、プレイステーション5版のクロンの奇跡もそうだし、こっちの、コンプリートボックス、の方も、特別なサイトが用意されていて、ムービー、映像もね、プロモーションビデオみたいなものが用意されてますので、はい。で、こちらも店舗特典があって、まず Amazon さんでオリジナル壁紙。これは、まず前面に、エステル、ヨシュア、まあ、空の奇跡メンバーですかね。メインの2人。あとは、ゼロ、青の、ロイドたち。あとは奇跡シリーズの、シェンの奇跡のリーン、アリサ、クロー、アルティナと、ユーナ、クルト君とか、なんだっけ、名前が、やばい、名前が出てこない、ちょっと待って。あ、ミューゼだ、ミューゼと、あれなんだっけ、もう一人。顔はわかるのに名前が出てこない。あ、アッシュだ、アッシュ、そう、アッシュ。と、スーナーですね。うん、始まりのスインとナーディアンですね。が映ってるオリジナル壁紙です。はい。楽天ブックスさんは B2 タペストリー&缶バッジですね。まあ、これもみんな映ってるやつかな。これ多分コンプリートボックスの表紙というか、コンプリートボックスに描かれてるイラストと同じかですかね。サイズ感が若干違うような気もするけど、いや、同じかな。うん。ですかね。D2 タペストリーになっております。あとはビッグカメラグループでは書き下ろし B2 タペストリー。これアルティナだよね。アルティナちゃん、これアルティナかこれ。なんか、ちょっと待って。アルティナっぽいけど、アルティナだよなこれね。髪に鈴みたいなものなんかつけてたっけ？おしゃれでつけてるってことなのかな。ちょっと白黒でね、ズームもできないから、まあ一応ズーム。待ってね。パソコンのズーム機能を使ってズームしてるけど。あ、これアルティナかな？ですね。うん。なんだっけ、ガーちゃんじゃなくて、違う、アガートラムのなんかちっちゃいね、キーホルダーみたいなのがね、バッグについてるんで、多分、アルティナですかね。アガートラム違う。ガーちゃん違う、それアガートラムだからガーちゃんなんだよね。あれ？アルティナの相棒なんだっけ、名前。違うな。アガートラムじゃない。やべ、名前忘れた。あれ、なんだっけ、アルティナ。アルティナの相棒は、待ってよ。ちょっと、いや、もやもやする。ちょっと待って、調べていい？ちょっと待って。なんだっけ、アルティナの、アルティナオライオン、待てよ、アルティナオライオンのあれなんつうんだっけ、待って、アルティナオライオン、クラウソラスだ、そう、クーちゃんだっけ、そうだ、思い出した、クラウソラスだクラウソラスがね、はい、バッグについてて、多分アルティナだと思うんですけどね。かわいい、おしゃれしてます。で、あとワンダーグーさんは書き下ろし B2 タペストリーで、授業中の、メガネをかけたリーン教官ですね。あとはアミアミさんは F3 キャンバスアート&アクリルフィギュアスタンドでレンちゃん、まだちょっと大人になる前、大人っていうかまだちょっと幼いレンちゃんですかね。まあちょっと大人にはなってますけど、はい。で、ゲーマーズさんは A4 マイクロファイバータオル2枚セットが無償特典、B5 アクリルプレートが優勝特典となってます。優勝特典の方は、これはアルティナですかね。はい。で、無償特典の方は、リーシャとフィーのアクリルプレートってことなのかな。でステラワースさんが 2L 版ブロマイド5枚セット。おうおうおう、これはあれかな、千の奇跡の 1,2,3,4 と始まりの奇跡のそれぞれのなんか、キービジュアルっていうのかな、うん、が書いてあるブロマイド5枚セットってことかな。でファルコムショップさんは今ちょっと、画像は出てませんけど、まだプレミアムカードの専用ホルダーっていうのがついてくるみたい。はい。であとはエビ天さんとゲームの電撃ストアさんでは電撃スペシャルパックプラス 3D クリスタルセットとなっているみたいで、これはアルティナかな、アルティナとクラウソラスの 3D クリスタルセットかなと、あとはこれはクローですかね、クローの白黒のイラストが書いてあります。あとはまあそのね、全部プレイしたことならしたことがある方ならわかると思うんですが、まあ、リーンの実のお父さんとお母さんと、まあ、リーンの3人がね描かれた、もうなんか見るだけで涙が出てきそうな、すっごい幸せそうなねイラストがあるんですよ。始まりの奇跡で出たんだっけな、確かね。はい。もう本当にこれ見たときはね、マジで本当にもうなんか何とも言えない気持ちになったよね。もうはぁみたいな、まあ、そのイラストが描かれてます。やばい、今ちょっと涙出てきそうになった、危ねえ。はぁ、で電撃スペシャルパックがクロウとそのリーンの家族のイラストなのかな。まあちょっとねまだいろいろ準備中って感じなんで、まあ、本当実際の商品はどうなるかはちょっと分かりませんけど、あとは50ミラコイン無償特典でついてくるみたいです。50ミラはこれあれですよね、クロートのやつですよね。クロートのね、まあいろいろ、まあ、ちょっとネタバレになるんであんまり言えないですけど、はい、クロートのねちょっといろいろありましてねまあ、それに関わってくる重要な、まあ、キーアイテムというわけでもないけど、まあ、重要なアイテムなのかなと思います。はい。まあ、そんな感じでこちらの、千の奇跡1から4&始まりの奇跡のコンプリートボックスも7月28日に発売されるということになっております。はい。まあ、まだね奇跡シリーズを一度もプレイしたことがない、あとはまあ最近配信されてる方も多くてね、はい、こちらほら、まあ、私も実は言ったかどうかわかんないですけど、とある配信者のね奇跡シリーズの配信をまあちょっと、まあ、私は自分で全部もちろんプレイしているんですけど、その他の人がどういう反応を見るのかっていう、どんな反応するのかっていうのを見たりするのを楽しみにしたりしてて、まあ、配信もね見たりしてるんですけど、まあ、配信で見てるけどまだプレイしたことがないとか、まあ、逆に本当にもうなんか何にも知らない人、奇跡シリーズって何みたいな人にはもう最高の、商品なんじゃないかなと思います。はい。まあ、ただ言っとくね、全部プレイしたに私から言っておくと、まあ、ストーリーだけだったらまあそれなりに短くなるとは思いますけど、結構全部ねやり込んでプレイするってなると一作品ね100時間はある程度想定していた方がいいんじゃないかなと思います。ストーリーだけをバンバン進めていくこともできるんだけど、ですね、結構そのサブイベントとかクエストをちゃんとね全部こなさないと真のエンディングが見れないみたいな感じになったりするので、ファルコムの奇跡シリーズって、はい、まあ、特に千の奇跡からかな、結構その新エンディングが見れるか見れないかみたいな部分が、ね、あったりするので、まあ、あんまりそのストーリーだけをバンバン進めるのはおすすめしなくて、まあ、できればサブクエとか、与えられたクエストぐらいはちゃんと、全部やっといた方がいいのかなとは思います。はい。ただそれやってると本当にね、100時間とか結構あっという間に過ぎちゃうので、うん。まあ、プレイが早い人だったら、上手い人とかだったら、ゲームの難易度とかもよるしね。うん。バトルはそんなにこだわらないとかっていう人であれば、難易度イージーとかにすればもうちょっと短くなるかなと思いますけど、はい。まあでもやっぱ、一つ100時間ぐらいは想定しておいた方がいいとは思います、プレイ時間。うん。で、5作品あるんで、まあ、全部でだいたい500時間ぐらいはね、うん。まあ、クリアするのにかかるかなとは思います。はい。しかも私、だって黒の奇跡125時間ぐらいプレイしてるからね。うん。まあ、いろいろ調べながらとか、ね、やっての時間だし、結構やり込んだりしての時間なんで、一概に125時間ぐらいかかるとは言えませんけど、うん、まあでもそれくらいはやっぱかかるよっていうお話です。奇跡シリーズは本当に長いから、ボリュームが半端ないからね。うん。まあでもね、物語、まあ、ストーリー大好きな私からすると、奇跡シリーズのストーリーは本当に素晴らしいので、はい、ぜひね、遊んでみてほしいなと思います。いや本当にこの奇跡、シリーズが大好きな仲間がね増えてくれたらいいなと思います。はい。というわけで、今回のお話は、ファルコムさんが出している「英雄伝説黒の奇跡」の PlayStation5 版が7月28日に発売されるよっていうお話と「英雄伝説千の奇跡」の1から4&始まりの奇跡の5作品が、封入されたまあ、一色体になった、はい、コンプリートボックスっていうのが同じく7月28日に発売されますよというお話でした。はい。ぜひね、うん、まだ奇跡シリーズを遊んだことない方とか、うん、聞いたことはあるんだけど、配信とかでも見てはいるんだけど、自分ではプレイしたことないよっていう方もぜひ遊んでみてください。はい。概要欄とかにね、まあ、公式サイトのリンクを貼っておきますので、よければ、はい、そちらから飛んで参考にしてみてください。それでは、今回の配信は以上にしたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。